皆さんこんにちは、担当のジミです。今日はね、単語の方を確認していきたいと思います。complimentary と complimentary、この違いを確認していきたいと思います。発音はどちらも、complimentary というね、同じ音同音になります。ではアクセントを確認していきたいと思うんですが、complimentary、ここにアクセントありますね。こっちも complimentary、ここにアクセントあります。じゃあ上と下ね、何が違うというと、文字が、1文字違いますね。I って来ているのと E と来ているもの、この違いがあります。じゃあ具体的にね、2つの例を見ていきたいと思います。はい、complimentary っていうね、意味なんですが、愛が来ると、無料のっていう意味になりますね。はい、じゃあ例文を見ていきたいと思いますが、complimentary beverage、飛行機なんかでね、出される、機内の無料の飲み物、コーヒー、ティー、コークなどですね。またですね、ホテルなんかで、complimentary breakfast、無料の朝食っていう時にね、使えます。もちろんこれは free、無料の、ただのとね、意味合い的には同じなんですが、この complimentary っていうのはですね、よく TOEIC に出題されますね。で、いくつかなんですが、私立大学の問題でも、TOEIC を意識したのかもしれませんが、このような問題ですね、が出ました。無料のという意味です。じゃあ、どう覚えればいいかということをね、説明していきたいと思いますが、はい、私は愛ですね。無料の、complimentary 愛が入ってるね。無料のものが好きって考えれば、迷うことがないと思います。complimentary ということですね。はい、じゃあね、この単語もね、覚えていきましょう。アクセントはね、今度はコンプリメント。ここにアクセントがありますが、愛が入ってますね。で、意味は賛辞っていう意味なんですけど、名詞形ですが、褒められることですね。私は褒められることが好き。コンプリメント。賛辞という形になります。はい。じゃあですね、もう一つ、E が入ってる方をね、見ていきたいと思います。今度は、complimentary。E が入ってるのは、補足的なとか、充足するもの、充足するという意味です。はい、これが形容詞になりますが、名詞も、compliment。さっきやりましたが、発音は同じです。compliment。補完物、完全にするものということですね。こういう違いがありますが、先ほどやった、コンプリメント、愛が入っていたら、無料のもの、無料のですね。で、意義が入っていたら、この補完的な補充するという形で覚えれば、間違いやね、スペリングミスとか、なくなるんではないでしょうか。発音、音が同じなだけにですね。ちょっと文字にね、注目してみたらよろしいかと思います。はい、今日はですね、ご視聴ありがとうございました。